では皆さんこんにちは、昨日に引き続き、ゼルダの伝説時のオカリナやっていきたいと思います。で、前回は、デクノキ様に呼ばれて、行くとこだったんですが、剣と盾を集めて昨日は終わったので、今回は本格的に、デクノキ様、まあ、ダンジョン潜入ですね、やっていきたいと思います。アイテムとか心持たないけど、まあ、いいのかな。ここはね、操作感がね、全然慣れないの、ね、よいしょ、いってきます。はい、すいません、もうすごい時間かかっちゃいました。よし、練習していかないと。これね、横切りの方がいいんだよな、確か。デクババは。では、デクノキ様に、潜入していきます。なんか黄色マークやってきます。あ、丸の光か。いました。デクノキ様の中。もうこっからね、試練が始まりますよ。えい。この蜘蛛の巣の下、覗けるよ。おお、水。水たまりがあるね。覗けるだけで何もない。エッセン、この壁、ツタが絡みついててリンクになるのが漏れそう。ナビーが最初に上行って見てくれればいいのにな。しかも雲のコースなんだよね。まあゼルダってほとんど雲の敵、まあ、できなくて持っていくか。いた、スタルウォール、気をつけて。この横に行けるんだな。あ、これ宝箱。あ、全然暗くてわかんねえな。ダンジョンマップ。マップ画面見てみよう。青い部屋は行った場所。点滅するのは現在地。上下でフローを選ぶ。あ、この下のがね。あ、違う。で、マップ、あ、これね。まあでも、まだ行く、てか、ここしかないんか。あ、よく見ると黒い線があるね。これが全貌で、今いる場所、行かないと、進まないと、まあ、全貌はわかんないってわけね。まだあそこ登らないといけないのかな。とりあえずこっちから行ってみるか。レッスン。いいだけやるよ。アクションアイコン、画面上の青いアイコンの文字をよく見てね。ヤック。うわっ、出ました。デクナッツ、近づくと草の中に逃げちゃうよ。飛ばしてくる木の実を跳ね返せ。見て。構えてください。あ、あれ、食らっちゃう。あ、撃たないとダメなのか、盾じゃダメなのか、打ち返すのか。やばい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 、やれる、もうやれる。あれ、ちょっと待って、打ち返し方わかんねえ。あれ、打ち返し方がわかんねえ。あべ、やばいやばい、やられる。
あれやられちゃった。あれ縦に当てて方が分かんねえな。あれ早速ゲームオーバーになってしまった。一旦セーブして。あれまず縦、あ、切り替えて、ドランクカメラ。装備してから R で、あーこうか。やっぱ話は聞いとくべきだな。また俺のかもう話半分、話半分でやめちゃう子が出た。これちゃんと聞いてればよかったんで。よしもう一回勝負だ。もうやらねえぞ。もうこうすればいいんだ。あ、インドから許してっぴ。高い階からジャンプするとき、スティックを前に入れればクリーマーってノーダメージ。あんまり高いと保証できないけどね。ケケ。こんな簡単だったら。あともらっていくか。こっちかな。それで先に進む。どうなってんの。あ、ただしね、何もなしと。ああ、何かが出てくるわけではないのか。これ先にす、あ、宝箱。これ見逃しそうだな。もっとその金具のところを明るくしてほしいな。これでパチンコが。妖精のパチンコを見つけた。C を押すと持ち替えます。もう一度 C を押すと構えて、離すとデクの種を発射と。すぐに打ちたい場合には、C を長めに押していると、初めから種をセット可能。ほうほう。これでさっきの雲を倒せるんだよね。30発。ナビ。なんか引っかかってるよ。青い橋を見て、あ、古い橋を見たい。そう、橋を落とさないと、あそこ登れないんだよね。もうチュートリアル。こうやって、カバーすると。リンクおなじみの、武器、パチンコ。どのくらい進めるかな。 1時間を目安にやっていきたいんだけど、半分くらい進めるかな。でもこの感じだとな。これをパチンコで倒すと、あっちの雲もパチンコで倒す。あ、やばいやばいやばい。デクノミっていうくらいだから、ホーム画面で明るさって上げられんのかな。まあ雰囲気出ないけど、見えないよりは全然いいよな。もう一匹はいるかな。下が見えない。降りていいのかな。あっちも大丈夫だったんだ。あっち降りても。あ、オースタルジュラ。柔らかいお腹が弱点。あ、背中は効かないんだよ。おお、激激。
信ぐらいだから。また余計なダメージ。危ない。さてさて。おお、できた。じゃあこう行ってまた敵だな多分。音はするけど怖いな。何がいる？おお。謎解きか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 。よし。一応魂がきっと。もう出てこないか。あー、コンパス。これで見やすくなるんだよな。そうそうそうだそうだ。コン、マップ手に入れて、コンパス手に入れたら、マップ内の全貌がわかると。あ、出た出た。で、今は3階にいると、でもまだざっくりすぎてわかんないんだよな。で、最下層にボスがいる。だな。このドクロマークがボスと。宝箱はコンプリートしたい。からあそこにもう、お、あ、行くだけ行くのさい。まあ重要アイテムだな。で、これを見ると宝箱もう一個くらい、ああ、あそこにあるんだ。とりあえずもう一回行こう。あー、まだできた。火がついてたみたい。おー、あー、はい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 。これは松明、まあ、木の棒か。木の棒でなんとかすると。こうやって火をつけて消えちゃった。あ、燃えちゃったのか。で、あとどうなの。で、扉が開くのか。木の棒もったいないからね。10本まではストックできないのか。で、もう一回。ああ、なんかいるね。黄金のスタルシラを倒した。倒した印を手に入れた。これなんか手に入れると、まあ、収集要素になるんだよ。確かな。で、なんかどっかで引き換えできるんだよな。あ、なんだ、ハートか。宝箱は全部コンプリートしていきたいよね。だってどうしよう。上から飛ぶんだっけ？いいんだっけ。あとここではすること何もないんだっけ。確かこれジャンプして、蜘蛛の糸突き破るみたいな感じだったような。こっから落ちる。あばい。あー、違った。あれ違うのか。
確かね、そういう感じだったとは思うんだけどね。あ、はしごがある。なんか上にあんのかな。怖い怖い怖いね、リンク。あー、違うのかな、違うのかあったのかわかんない。おー、ちょっと危ない。この位置が一番真ん中から飛べるってこと、ハートがあるってこと。ま、いろいろ試すしかないな。あー違う、いや多分違うな、これな。飛び込むだけじゃないな、多分。どうだ。やっぱりこれだったか。あー、やっぱり突き破るの正解だったか。あー、かかってしまう。完全に無駄な時間。あー、進んだ、やっと。火がつくと。ああ、で確かこの火で糸を燃やすんだよな、蜘蛛の糸。ここだけか。あー、なんかあるね。パチンコ越しとかできたっけ。あー、無理だな。ここに、あー、よく見るとあるね。薄いけどあるね、ここに。
これで燃やすと、OK、OK、OK。あー、消えちゃった。あ、ちゃちゃ。あ、ちゃちゃちゃ。キャンセルができないんだ。またバトルか？違う。またお前か。よしよし。許してピンもしないピン。この先にいる三つ子デクナッツは決まった順に預けないと復活しちゃうピン。その順番は2、3、1番だピン。俺らってひどいやつ？まあね。2、3、1番。あ、で、あそこを打たなきゃいけないな。じゃあその2、3、1番だけ倒したら今日はやめしますかね。ああ、大して進んでない。水に入ってから A を押してもらえば深く潜れるよ。ありがとう。ってことは水のなんか要素があるってこと？とりあえず渡ると。ああそういうことか。ああそういうことか。なんかある、なんかある、あったあったあった。水の傘が減るんだ、これで。よかったよ。またなんか遠回りした。しかもよしよしよし。このブロック、前に立って A で掴むと動かせるよ。それから、ブロックの前で、スイッチを倒しながら A でよじ登れるよ。これか。あ、だ。多分次は2、3、1番。と思ったけど違ったね。2、3、1番。あ、違った。あ、違う。2、3、1番。うわあ、怖い怖い怖い。いっぱいいるいっぱいいる。妖精ゴーマ。あ、増えた増えた増えた。
あ、全部倒したか。あー、2、3、1番までやろうと思ったけど、ちょっと。